俳優の上木隆之介、30、が主演を務める NHK 連続テレ、小説、乱漫』ま月土曜前8.00、土曜は一週間ぶり返し、は14日、第53話が放送された。話題のシーンを振り、る、以下、ネタバレ U 朝ドラ通算108作目、日本植物の父と称される、牧野富太郎をモデルに、江戸、木から昭和の激動の時代を生き抜き、 明るく、花と向き合い続けた、主人公、牧野万太郎の生を描く。脚本は NHK、流行官房、群青領域、旅屋岡、リなども手掛けた、注目の劇作家、長田育英。新木の朝ドラ出演は2007年前期、どんの晴れ以来16、ぶり2作目。初主演となる。男性主人公は20年前期、ル・久保田正隆以来3年ぶり。 第53話は、万太郎、新木、これ好きのことを忘れたい、末子、浜辺南だ。が、送られたバラの絵は破れない。ダンスのレン、に、バラの絵を持っていくと、目にしたダンス、し、クララ、アナンダ・ジェイコブズは、心の、間に生きるよう、末子に伝える。その頃、万太、の、雑誌作りも、佳境を迎える。講師の奥棒、 今野、キラ植物学教室メンバーの論文も集まり、つ、に万太郎は石板に、自らの手で、植物画を描く、いう展開。深夜3時半、じっとく長屋、万太郎と旗の原広史藤丸、前原瑞希の作業をしているところ、東大の落大生、城之助、山脇達也の締め切り間近、柄駆けつけた。 はたのと藤丸が万太郎の衆、力、人生や将来について語る中、城之助は、俺も、ちゃん見ていたら、思いついたことがあるよ。夜のザレ事だけどさ、シェイクスピアって下作、がいるのよ。そのシェイクスピアさんは生涯、37作品も残しているのよ。その全作品、俺が翻訳、たらどうかなって。シェイクスピアには、人のありとあらゆるものが詰め込まれている、だね。 日本中みんなに見てもらいたいし、一生、けたらできるかなってという目を明かした。SNS 上は、シェイクスピアを全部訳したら、坪内商用。なるね。畑野さん、藤丸さんも何者かになる。かな。やっぱり城之助さんは、坪内商用なのか。今宵、小説真髄が爆誕しちゃうのかな。爆誕と、う言葉の仕様にびっくりしたけれど、小説神、クラスなら、 誕生じゃなく爆誕だ,だわ、かっこ笑いなどのが続出。放送終了後、午前9時には、坪内昭洋がツッターの国内トレンド17位に入るなど、反響、んだ。小説家、翻訳家の坪内昭洋はシェイク、ピア全集の翻訳でも知られる。1859年生まれ、1883年、アキラ、16年に東京大学文学部を卒業した。 主人公の、モール、牧野富太郎は1862年生まれ、1884年、明治17年に東大、学部、植物学教室への出入りを許され、研究、始めた。